はい。皆さんおはようございます、えー。通訳学講座の第18回目をやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。えー、今回も通訳者も知っておきたい翻訳理論ということで、えー、今回は植民地支配と翻訳というね、この2つの関係に迫っていきたいなと思います。えー 毎回一緒ですけれども、準記をしていくテキストはこちらですね、四福わかる翻訳通訳学鳥久美子先生の編著ミネルバ書簿から出ております。今回見ていくページはですね、138ページと139ページ、この内容をさらっていく形になります。はい。 まあ、植民地支配というふうに、ね、あのタイトルで挙げておりますけれども、これって、まあ、まずはどんな歴史があったのかなっていうのを本当にざっくりと見ていきたいなと思います。高校の世界史でもやったことがあると思いますが、大、え、体、ー、いい15世紀の末ぐらいからですねあの大航海時代というのがまあ始まって、えー、ポルトガルが先陣を切って、えー、世界に出ていったとで。スペインもその後に続いて えー、新しい大陸を発見したりとかしましたけれども、そこで、まあ、植民地支配を開始していっていたわけですよね。例えば、インカ帝国とか、アステガ帝国とか、あの辺りを征服していたっていうのもこの時代になります。はい、で、えー、2世紀下りますと、17世紀ですね、こちらはオランダの世紀というふうに呼ばれるように、オランダが一番こうあの輝いていた時期になります。えー、例えばインドネシイン、インドネシアの方に行ったりだとか、南アフリカの方にも行ったりだとか、えー、そういうふうな世紀がありましたよね。と でさらに時代が下ると18世紀、こちらではイギリス、フランスの第2次百年戦争という形で、どんどん植民地の争奪戦が激化していくわけですね。まあ、第2次と言っていますから、第1次の方はあの100年戦争の方であれです、ね、ジャンヌ・ダルクが活躍したあの辺りの時代ですね、14世紀、15世紀の辺りでしょうか。はい、というわけで、イギリス、フランスで例えばインドの方でも植民地争いをしていたし、アフリカの方でも植民地争いがどんどん進んでいったという。まあ 19世紀かな、うんえー、になっていきますけども、はい、そして20世紀ですね、アメリカがどんどん植民地を進めていくのもありますし、あとは忘れてはいけないのは、これ日本も植民地支配をしてたんだってことですよね。はい、特に東南アジアにおいては植民地を持っていたということをです、ね、日本人としてはこれ、忘れちゃいけないと思います。 なので、えー、日本人に対して反感を持つ人がいるっていうことはなぜ,なぜかっていうことを、えー、植民地支配していた歴史もあるからっていうことですね。はいえー、そういうことを、まあ、歴史として知っておくっていうのは大事かなと思いますが、まあ、そこが今、今日の、えー、論点ではなくて、ですね植民地支配のまず歴史があったよねということで、じゃあこれが、えー、次の話になりますが、植民地支配と翻訳の関係を見ていきましょうってことなんですよね。はい、もちろん、あのー えー、植民地支配をするときっていうのは、違う大陸に行ったり、違う国に行ったりするわけですから、基本的には言語違うはずなんですよ、二国間では、えー。確か昔にあったと思いますが、えー、アステガ帝国を征服したときにあの、通訳者を連れ,連れていった、あ現地調達としたのかな、はいえー、マリンジャーだったかな、えー、いたと思います、はい、マリンチェだったかな、はい、すみません、えー、そういうふうな通訳者がいるってことは、ちゃんと言語の間の役をしなければいけないよねってことです。 でそこに文章がもし、えー、紙で残せるような、えー、文明であるんだったら翻訳が必要になりますよねということですね。だから植民地支配と言語、そして言語と翻訳っていうのはかなり密接につながっている、えー、密接な関係があるんだっていうことを抑えておく必要があると思います。じゃあその翻訳をするんだけども、この翻訳をするという行為がですね、えー、直接的、間接的わからないですけども、支配者であるものと非支配者、非支配される側の 権力関係っていうのを作っていくんじゃないのというふうに、えー、主張したのがこのニランジャという方ですね。はいえー、この1992年というこの年代も少し大事なあたりかなと思います。えー、90年代からですねこういう翻訳学というのは、えー、よりその翻訳をするだけの話からですね言語学的なアプローチだけからより文化的な、えー、話にそして社会的な 話に展開されていくその翻訳と文化翻訳と社会ってどういうふうな関係にあるのっていうことを考察していく研究が増えていっていますなのでこの92年という年号はですねあ,ある、えー、まあ翻訳学のある意味その変遷歴史発展を象徴づけると言いますか示している数字なのかなと私は思っています はいなので非常に最近の研究になるわけですよね。植民地支配されていた国々、そこにある翻訳物っていうのはどんな関係、力関係がそこには潜んでいるのかということですね。例えば考えてみてほしいんですけども、英語を学ぶときですよね。英語を学ぶとき、私たち学びますけど、まあ、基本的には英語のもので訳されているもの、もしくは英語で書かれているものって、英語圏の素晴らしいことばかり書いてる。 という感じしませんかともちろん悪いことも書いてることはあると思いますが例えば書店に行ってですねあの英語で何かを読もうみたいなありますよね前回は、えー、と英語で読むラダーシリーズみたいなんで坊ちゃんの英訳版がありましたけれども、えー、例えば日本であることをですね英語に訳して表現して、えー、海外に知ってもらうっていう時に 日本の悪いことをばっかりを英語にしてやりますかって、そうしませんよねっていうことですね。だから、英語で、えー、海外に配信、英語圏が他の国に発信していくときも同じようにですね、やっぱりその英語でやるっていうこと自体にもう力関係っていうのがある程度あるわけですね。だから、英語っていう少し有利,の有利な言語。 のこの力関係を利用して英語圏にある素晴らしいものをどん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 拡散していくっていうことが起きてるんじゃないのというふうにも考えられると思いますはいなので植民地支配、えー、そしてそこで言語が公用語が変わるとかね、えー、敵国の、えー、言語を学ぶとかいうことにおいては翻訳っていうところにも非常に色濃い、えー、権力関係というのが反映されていくんだということをまずは押さえてほしいなと思います はいというわけで、ですねポストコロニアリズムという単語を出してきてましたけども、えー、コロニアリズムというのは、まあ、植民地主義ということです、植民地主義。で、ポストっていうのはそのあとですから、植民地主義のあとということなんですね、つまり植民地化されてました国々があると。 でそれらが独立しますよね例えば1960年なんかはアフリカの年と言われていて確か17ぐらいの国が一気にバッと独立していった、えー、時期になるんですけれども、えー、そこそれ以降からもどん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 、えー、西洋諸国からの独立を、えー、していった国っていうのは多いわけですがじゃあその独立した後どうなったのかっていうことですよね。独立した後も 例えば、ブラジルなんかは、ポルトガル語、今でも公用語だと思いますけれども、その時の力関係、言語の力関係ってどうなってるのかなっていうことですね。その翻訳を、もしくはその言語を使われていた国に対して、文化がどういうふうに影響を与えていたのかっていうことですね。それをまあポストコロニアリズムという観点から見るわけです。植民地支配というメガネを持ってですね、その諸国、独立した後の諸国は、 どんな影響を受けていたのかというものを考えるわけですね。で、それと同じような文脈でですね、ポストコロニアル。まあ、コロニアルというのは、まあ、植民地のみたいな感じですね。だから植民地語の、えー、翻訳研究ということです。例えばえ、英語っていうのは支配的な言語だと思います。今は世界中で使われていますから。英語っていうのが一方である中で、他方にはその地域言語があるわけですね。地域で使われている言語。まあその 影響力という意味では英語よりもまあ劣ってしまうことは多いと思いますがこの影響力があるないというところからしてですねあの不均衡な権力関係ができてしまっているんじゃないかという観点ですねあのヴェヌティさんがあのヴェヌティさんの意識化そして重要化という話を前回したかと思いますがこのヴェヌティはここに書いてありますねテキストにもあの何かを文学を英訳して出すときっていうのは特にアメリカでは 読みやすさが重視なんだっていうふうに言ってるんですね。はい。なんで、読みやすさが重視ですから、需要化の方を選ぶわけですね。だから、異質化。なんだこれ、めっちゃ外国っぽい匂いプンプンするなっていう、えー、翻訳よりもですね、まあ、あたかもアメリカ人が書いたような、アメリカ人が日本のことについて書いたような文体で非常に読みやすいよねっていう感じの翻訳が好まれるようだと。 えなので翻訳者からするとこれはもう透明人間みたいな感じになってるわけですよね。私は翻訳をしてますっていう感じというよりはもうアメリカ人に向けて英語で書くみたいな感じのえ透明さですね。うんまあ、逆にその翻訳してる感じがすごいするっていう場合はこれ翻訳者が透明じゃなくてすごく見えてしまうわけですよね表舞台に立ってる感じがしますけども透明であるってことは翻訳してる感じが全くしないなっていう感じのことを指すわけですと。 はい、なのでこういうふうなあの読みやすさ重視だよっていうふうに、えー、という風な傾向が強いのはなぜかというと支配的な言語であるからですよね、はい。もし英語が支配的な言語じゃなかったらですね別に読みやすすさ重視にはならならいと思うんですよあのもっともっとベタベタなあの外国の理由プンプンするような翻訳でもいけると思うんですけどそうじゃないと。 なんでかというとあのこれまで植民地支配をやってきた関係でそこでまず国の間での権力関係があるそれでは言語にも影響を及ぼしている言語にも影響を及ぼしているということは翻訳にもその権力関係が色濃く反映されているんじゃないかということなんですねなのであのここは翻訳と植民地支配というまあ一部の歴史ですね 歴史と翻訳が結びついているという考えにおいてはですね、すごい重要な視点を提供してくれるのかなと思っています。はい、で、最後ですけれども、あの本当に、えー、憶測の話ではないんです、話でしかないんですが、 ポストコロニアリズムとウクライナ戦争ってどういうふうに論じることができるかなってことですよね。あの、2022年の今、3月17日ですけれども、今もうですね、ウクライナにロシアが侵攻して戦争が続いています。3週間ほど経ったというふうに報道されていますけれども、これを受けてですね、じゃあ、例えばですね、外国語大学、私は神戸外大にいますけれども、外大でロシア学科ってというかね、神戸外大はあります。東京外大もありますよね。 で反対もあると思いますが、こういう,ようなところでのロシア学科、もしくはロシア語科ですかね、東京外大の場合は、ロシア学科などの入学者数って今後どうなるんだろうかっていうふうなことをちょっと思ったりします。はいなのでもしかしかたらポストコロニアポスストトココロロニニアアリズム と、えー、論点はずれてしまってるかもしれませんけれども、つまり、非支配者の言語と支配者の言語、この場合、支配者、支配しようとしている側の言語ですから、ロシア語ですね。で、非支配者側、まあえー、侵攻されている側からすれば、まあ、ウクライナというふうに、まあ、多くの報道では構図となっていると思いますが、そういうような時に、ロシア学科の入学者数、もしくは、まあ、今は時期的にはもう、 進攻をした時には2次試験が始まっていたぐらいですから、あの今からね、えー、死亡するの出願取り下げますとかもできないんですけど、でも合格者数がもう出てると思うんですよ。でもその中で、入学者数、4月になった時に、入学者数ってどれぐらいになってるかなって、すごい私、気になりますね。だから、ロシア学科には合格したけど、あのウクライナを侵攻してるような国の言語を学びたくないと思って、入学辞退する人もいるかもしれないですよね。 だから、そういうところで見ていきますとですね、あるネットで、あのウェブサイトでこんなん見てみました。ロシア学科入学しますかみたいな感じで、ウクライナ、侵攻してますやん。<laughs> まあ、あの関西弁ですね、侵攻してるじゃないですかと。4年間、戦争を始めた国について学ぶのは嫌すぎるとか思ったりするし。 ワンンチャン就職で非喫されるかもとか考えたりするということでやっぱりこういうふうな考えを持つ人は受験生の中にもいるんだっていうことが分かるわけですね。はい、なのでここでもですねその、まあ、権力関係とはちょっと違うかもしれませんが、えー、戦争、えー、もしくは植民地関係においてか、えー、支配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 っていう権力関係が生じたときに、えー、それがその社会にどういうふうな影響を及ぼすのかっていう意味ではロシア学科大学入試というところでも影響はもちろんあるんじゃないかなと思います。 はい、えー、こういうふうな感じで,ですね今日は、えー、植民地支配と翻訳という関係についてお話をしてきました。あのー ここまでの話をどんどん、えー、まとめていきますとですね、えー、翻訳学もしくは通訳学っていうのはこれまでやっぱり言語学的なアプローチがすごく強かったわけですよ。まずこの翻訳って日本語と英語の間でちゃんと統化になってるのとかいう話がありましたよね。これは言語学、えー、すみません、翻訳学の中でも60年代、70年代あたりにブワーッとこう広がっていった、えー、話になります。基本的には言語学中心ですよね。 ですがそれからちょっとずつ時代が下っていきましてその翻訳学が見ていく対象っていうのが翻訳されるそのテキスト、えー、文字っていうところからそれを翻訳する、えー 翻訳する社会、そして翻訳を受け入れる社会はどうなっていくのかってことですね。で、えー、社会へのアプローチ、えー、社会への目っていうものが、えー、翻訳研究においては盛んに論じられるようになってきたということなんです。なので、翻訳学というふうにもしくは通訳学というふうに一口に言ったとしてもですね、研究対象がそのテキストからその社会に、かつその 訳している人間にというふうに翻訳あの研究対象が広がってきているということをあの覚えておいてほしいなと思うんです。だからこれからあの翻訳学通訳学がどういうふうに研究対象が変わっていくのかっていうのは全く分かりませんけれども、えー、こういうふうな研究対象が変わっているということを覚えておくといいのかなと思います。はい、では今回は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。